スタンダードウィジェットツールキットは Java プラットフォーム用ウィジェットツールキットの一種。もともと IBM が開発したが現在は Eclipse ファンデーションが Eclipse と共に管理保守している。3マイクロシステムズが Java 標準の一環として提供する Java 用 GUI ツールキットであるオートとスイングを代替するものとして開発された。SWT は Java で書かれている。 GUI 部品を表示するため SWT はそのオペレーティングシステムが提供する GUI ライブラリーをヤニー経由で使用する SWT を使うプログラムは移植性があるがツールキット自体の実装は Java で書かれているにもかかわらず各プラットフォーム固有である SWT は Eclipse Public License でライセンスされているこのライセンスはオープンソースイニシアティブが オープンソースライセンスとして認めている。最初の Java 用 GUI ツールキットはオートであり、3の Java 標準の一部として JDK1.0 で登場した。オートは比較的単純であり、OS が提供するネイティブなオブジェクトを Java コードで包み、メニューやボタンといった GUI 部品を生成する。オートはネイティブウィジェットラッパーとしては非常に薄く。 プラットフォーム固有のコードが開発者に透けて見え、バグや OS 固有の癖がそのままさらけ出されているため、異なるプラットフォーム間で移植性のあるアプリケーションを作成するには限界があった。スイングは第2世代のツールキットでサンが J2SE1.2 で導入した。オートよりもオブジェクト思考的である。スイングの GUI 部品は 100%Java であり、 ネイティブコードは使っていない。ネイティブ API をラップする代わりに、スイングは低レベルな OS ルーチンを使って GUI 部品を自前で描画する。その頃、IBM はスモーレトークを使った統合開発環境であるビジュアリジを開発していた。これをオープンソースとして公開することに決め、それがエクリプスの開発へとつながっていった。 エクリプスはマイクロソフトビジュアルスタジオのような IDE とも競合できるものとすることを目的としていた。エクリプスは Java で書かれており、IBM の開発者らはネイティブのルックフィールとネイティブの性能を持ったツールキットが必要と考え、スイングを置換するものとして SWT を開発した。SWT は GTK オブジェクトや モチーフオブジェクトなど、ネイティブのコードオブジェクトのラッパーである。そのため、SWT ウィジェットは、重い、ネイティブオブジェクトに軽い Java ラッパーを被せたような、イメージで、重いと言われることが多い。SWT が必要とする機能をネイティブの GUI ライブラリが持っていない場合、SWT は、スイングのように独自の GUI コードを Java で実装している。 SWT は本質的にはオートの性能やルックフィールとスイングのそれとの中間にあると言える。Eclipse Foundation によれば SWT とスイングは目標の異なる異なったツールである。SWT の目的は各種プラットフォームのネイティブウィジェットにアクセスできる共通 API を提供することである。 設計目標の第一は高性能なネイティブのルックフィールとプラットフォーム統合の達成である。一方スイングは高度にカスタマイズ可能で全プラットフォームに共通なルックフィールの提供にある。SWT はスイングに比較すると単純なツールキットであり、標準的な開発に無関係の機能はあまり存在しない。 このため、SWT がスイングに比べて機能が少ないと批判する人もいる。Java の設計者であるジェームズ・ゴスリンは、SWT が単純すぎ、オートと同じ理由で新たなプラットフォームへの移植が難しいと主張した。単純すぎ、低レベルすぎ、Win32GUI API と結びつきすぎているため、モチーフや OS10 カーボンといった他の GUI、 ツールキットへの対応が難しいとした。デベロッパー .com にてマウロ・マリニリアは SWT はスイングに比較すると単純すぎるように見える。スイングは多くの洗練された機能を持っているからと主張した。これに対してモデルビューコントローラーのような複雑な問題に一種の強制的な正しい手法を適用することは良いことだと思う人もいるだろう。 マリニリアは、さらに、スイングの提供する機能は豊富で洗練されており、抽象化レベルが高いと続け、一般に、SWT はとっつきやすいが、複雑な GUI をそれで構築しようとすると、スイングの方がより柔軟で容易な結果を生むとした。SWT はスイングその他の高レベルな GUI、ツールキットが提供する。 モデルビューコントローラーアーキテクチャを実装していないが、エクリプスプロジェクトの一つとして開発された、ヤフェースライブラリーが、プラットフォームに依存しない高度なモデルビュー、コントローラーを、SWT 上に実装している。開発者は、ツリー、テーブル、リストのような、複雑な、SWT コントロールについて、ヤフェースが提供する柔軟な抽象データモデルを使う。 ここととももででききるるし swt のコントロールを直接使う SWT は高性能 GUI ツールキットとしてスイングよりもシステムリソースを浪費しないよう設計された。SWT とスイングのベンチマーク比較がいくつか行われ SWT がスイングより効率が良いことが示されている。しかし、 ベンチマークに使われたアプリケーションはそれほど複雑ではなく SWT が常にスイングより性能が良いとは言えない SWT ウィジェットはネイティブウィジェットと同じルックフィールを提供するこれとは対照的にスイングのウィジェットはネイティブウィジェットに近い複製である場合によってはこの違いが見た目にも明らかとなる例えば Mac OS 10のツリーウィジェット機能はツリーの展開時にアニメーションを行いデフォルトボタンもユーザーがフォーカスした際にアニメーションを行うスイングではこれらのアニメーションは行われない SWT はネイティブ GUI コードの単純なラッパーであるためネイティブコードが変更されても大きな修正を必要としない OS ベンダーは API 上の互換性を保つよう常に気をつけている。スイングでは事情が異なる。スイングは動作中のアプリケーションのルックフィールを交換可能であり、ネイティブ GUI のテーマをエミュレート可能である。この機能は OS の GUI が変更されるたびにその変化を反映しなければならない。逆に言えばネイティブ API が変更されれば SWT は 修正が必須となるが、スイングは修正の必要がない。SWT は、プラットフォームとの密な統合を目指しており、ネイティブウィジェットを利用する。デベロッパー .com のマウロ・マリニリアによると、ネイティブプラットフォームとの密な統合が必要なら、SWT は、良い選択だとしている。このような密な統合の利点を生かした例として、 SWT は Microsoft Windows の ActiveX、オブジェクトもラップ可能である。ネイティブコードを利用するため、SWT クラスでは全、ウィジェットクラスについて、継承は容易には許されない。このため、拡張性に問題があるとする人もいる。この点では、スイングの方が容易にカスタマイズ可能である。どちらのツールキットも新たなウィジェットを、 Java コードだけを使って書くことができる。SWT は、O と同様、手動で、オブジェクトの解放をする必要がある。Swing や Java のメモリの自動、ガベージコレクションとは異なる。Close、しないといけない、I、O リソースと同じである。s w t オブジェクトは、Dispose、メソッドを使って明示的に解放する必要があり、C 言語のフリーに似ている。これをしないと、 メモリリークなどの好ましくない結果を生じる。ただし、親子関係にあるウィジェットは親をディスポーズされる。この問題について、リソースの明示的解放の必要性は、少なくとも、平均的な Java 開発者にとっては、開発時間とコストに悪影響を及ぼすとのコメントもある。さらに、これはありがた迷惑である。スイングがより自動化され遅いのに対して、 SWT はよりきめ細かいコントロールができるが複雑になるとしている。SWT が手動でのオブジェクト解放を必要とするのはネイティブオブジェクトを使っているのが主な原因である。つまり、それらオブジェクトは JavaVM の管理範囲外にあり、JavaVM からそれらが解放可能かどうかを判断できない。GTK 環境でのアズールスビトトランと。 クライアント SWT は、プラットフォーム固有の GUI ライブラリーへのラッパーで、あるため、Java が動作するプラットフォームすべてで動作するとは、限らない。つまり、SWT は、GUI ライブラリーごとに移植が必要であり、Java が新たなプラットフォームに移植されても、即座に、SWT が移植されるとは限らない。また、Windows 上の SWT 以外は、 比較的効率が悪いと言われている。SWT はプラットフォームごとに異なるネイティブライブラリーを使っているため、プラットフォーム固有のバグも SWT ではそのまま存在している。SWT はスイングよりも低レベルな詳細を開発者に提示する。これは SWT がネイティブライブラリーで提供される GUI 機能の上の層であるためであり、 ネイティブ GUI コードを開発者に提示するのも意図的と思われる。SWT の目的は高度なユーザーインターフェース設計フレームワークを提供することではなく、可能な限り多数のプラットフォームで薄いユーザーインターフェース API を提供し、その上に高度な GUI アプリケーションを構築できるだけの機能を提供することである。 SWT の実装はプラットフォームごとに異なるので、複数のプラットフォーム対応として、アプリケーションを配布する際には、プラットフォームごとの SWT が必要になる。SWT は Java クラスライブラリーを必要最小限しか使っていないため、古い JDK でも動作するし、Java クラスライブラリーを完全実装していない、携帯機器でも動作すると言われている。 2006年3月現在、SWT がサポートされているプラットフォーム、GUI ライブラリーは次の通りである。SWT を利用しているアプリケーションとして、以下のものがある。GUI ツールキットとしてはスイングよりも新しいため、SWT 関連の文書、書籍は、スイングに比べて少ない。SWT The Standard Widget Toolkit は Eclipse Foundation 推薦の SWT 解説書である。他にも SWT 関連書籍として以下のものがある。Eclipse コミュニティでの最近の動きとして SWT を Web 向けの Widget Toolkit として移植しようとしている。Eclipse Lab は Cooksview Ajax Library と SWT API を組み合わせたものである。 他の Java Ajax プロジェクトと同様 SWT API を使うことでデスクトップと同じ形でウェブ用のアプリケーション開発が可能となる。Eclipse が人気を得てきた結果として Swing と SWT をある意味で統合しようとする活動もある。Swing と SWT の統合については以下のようにいくつかの異なる手法が存在している。ありがとうございます。